狭い通路に人がひしめくビエンタイ市場チョロン地区は、ベトナムのホーチミン市にある、ベトナム最大の中華街である。1778年、江南国を支援していたビエンホアの家人が、西山町の軍隊の報復を受け難民となり、現在のチョロン地区に暮らし始めた。百七十五年以前、南ベトナムには百二十万人の家人が在住しており、うち百十万人は、 チョロンを含むサイゴン周辺に集中し、さらにそのうち70万人がチョロンに居住していた。ベトナム戦争終結後、私企業の国有化と資産階級の資産制限などの社会主義化、また中越戦争前夜の人種的緊張により、大量の過人が難民としてベトナムから国外に流出した。そのため、1978年には、 チョロンの過人人口は10万人にまで減少した。ベトナム全体では1975年以前に145万人見た過人人口のうち111万1000人が第三国に移住し、1994年の過人人口は28万人にまで減少している。ドイモイ以後は国外から帰国する者も,も増え、チョロンの過人人口は50万人ほどに回復した。 ホーチミン市に住む家人のほとんどがジョロンに住んでいる。極ととックにまたがるように形成されており、ホーチミン市の中心街を形成する通り、チャンフンダオ通りをメインストリートとしている。市の中心部からはやや離れているが、観光地として人気が高い。また、南側には市内に数多く流れる運河が通されている。ベトナムに言いながら中国の雰囲気が楽しめるのが、 大きな魅力である。中華料理店や仏教の寺院などがあるが、どれもどこか中国とベトナムをミックスさせたような雰囲気を持っている。市場の北側には、ジョロンバスターミナルがあり、ベンタイ市場前のサイゴンバスターミナルと並ぶ、ホーチミ民市バス網の主要ターミナルとなっている。西部には、ビンタイ市場という市場が形成されている。ジョロン地区にはかつて旧外市と呼ばれる古い市場があった。 五区のグエンチャイ通りに位置していた。旧街市は火災で消失し、直後に新しい市場が建てられた。同じホーチミン市のベンタイン市場と同規模ほどの広さを誇る。中庭を一周するような形状の建物で2階建てになっている。通路は狭く、すれ違いさえ窮屈なほどだが、商品は充実し価格が安いため人が多い。買い物には価格交渉が必要で、 観光客にも人気があるが、多くは英語は通用しない。市場周辺にも露店が多く出ている。営業時間は6時17時30分だが、店によって異なる。ありがとうございます。